こんにちは、沼です。アナザーアイデンやっていきます。今回はついに第5の記述ですね。人より限りの夢と。幼い頃から心優しかったミユ。はい、どういう展開でしょうね。さあ、行きましょう。いよいよあと、5、6で終わりかな。なので、ミユのクラスチェンジも近づいてきましたね。多分、早い方は、もう僕が動画上げてる頃には、もしかしたらできてるのかな。ん？猫かな？猫か犬？そりゃダメだな。そりゃダメだな。いちいち可愛いね、動きが。この魔物。色味が青いからちょっと怖いですけどね。うん、離れるフラグだね、間違いなく。あの魔物と戦うのかな。さあ、今回はパッと行かしてくれ。カットしないで済むようにしてくれ。もうボス自体は一番最後は分かんないですけど、さすがに手こずるってことはないと思います。よし、3人の後追いかけよう。何事もないことを祈る。これ地形一緒だよね多分。あ、違う。うん、多分地形違うな、これ。絡んでくるなら倒すね。相性いいのかも、なんてね。うん、地形違うから一切わからない。まあのんびり行きましょう。そんなに急いでもないですしね。皆さん、お怪我はありませんか？ちょっとマリエルいらねえな、マジで。
はい、ということで一瞬音がバグったので戻ってきました。いつか入れていきましょう。道がわからん。降りていけばいいかな。もう談笑も終わりかと思うと、年内どうするんだろうな。普通にお正月やりたいですけどね。ただまた次までに時間がかかるんであればちょっと難しそうですね。このパターンは熟知した。あんまり時間取らさない。あ、これ通れるんだっけ。そういえば、あ、通れたよね。やっぱもう終わりなのかしら。青のアイコン全く見つからん。紫か。いや本当にこう仕事が休みになったらのんびりやりたいっすね。こういう感じでアナザーエデンをね。暴れちゃダメよ。もう終わりなのかしら。うん、全く謎だわ。うん、まだっすね。暴れちゃダメよ。戦況は作り出すもの。サクッとボスに来て。あ、光ってる。ごくごく普通の斧。別の斧もあるんですかね。なんか光る斧みたいな。で、それを池にぶち込むとよりいいアイテムがもらえるみたいな。さすがにないかな。うん、やはり聖水が欲しい。何度も思うけど聖水が欲しい。私のご覧いただけたかしら。これ下ってった方がいいか。結構森がやっぱ広いんで、なかなかね、なかなか終われないね。まあ一番の問題は行き先が分かんないっていうのが一番問題だけどね。うん、じゃあ上に戻るしかないか。で、多分左側行ってないんだよね。
ここも左道あったべ、多分。ない。あれ？進めないぞ。手形は戻る。でも左がないっすね。あれ？なかったっけな。あれあれ。進める進める。あんまり時間取れそうね。もう終わりなのかしら。左も行けるし上も行けますね。あった。左下ですね。うん、これはいけますよね。はい、来た。ミユ入れなくていいのかな、これ。大丈夫か。お、いた。ほう。キノコになれる。キノコ化するのかな、じゃあ。あ、ちょっとだけ強いね。決めるか。あれ？あ、なんかすごいスローかなって思ったら動けなくなってる。混乱のステータスみたいなのついてますね。問題はなかった。さあ、行きましょう。かわいい。さすがにでかいとちょっとだな。これは。仲良くなった。
はい、ということで終わりました。まあ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 、本当にぼちぼち進むなって感じですね。で、大きな、こう、物語とかはきっと次で何か動くんじゃないかなっていう感じで、本当に、まあ探索してボスを倒してくださいという感じの話が続いたかなと思います。明日、すごい楽しみですね。また頑張ってやっていきたいと思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価お待ちしております。またツイッターのアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。